どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはね、ステンカラーコート、ナナミカのゴアテックスのステンカラーコートでございます。今回もあらかじめ言っておきますけど、ビフォーアフターのアフターがなくてビフォーだけの動画になっております。つまり作業をしていないんですよ。お洗濯表示見ていただきますとですね、このようになっておりまして、 F って書いてあるのがドライクリーニング、石油系の有機溶剤を使ったドライクリーニングなんですよ。でもって水洗いもウェットクリーニングも、つまり水処理ができませんというような内容になってるんです。あれ、これゴアテックスだよねというようなことですよね。これ雨とか雪とか風とかにめっちゃ強くて透湿性のある機能素材ですよねと。そうなんです。それなのに水洗いできないと、これはちょっとね、どうしてじゃあゴアテックスなんだよというようなことになってしまうかなと。コーティングと樹脂加工生地って書いてありますね。で、力ボタンって書いてあるところに牛革って書いてありますね。牛革、革は濡らしたくないですよね。革は水に弱いって思ってる方が多いんじゃないですかね。革は濡らすといろんな望ましくない変化が生じてしまいますよ。クリーニングの際は比較専用のクリーニング店に相談することをお勧めします。革付属は濡れますと革の色は落ち、本体に移線します。そうなんです、レザーは色が出るんです、濡らせないんです。濡らせない力ボタンを使ったから水洗いできないよというふうなことになってしまっているんだと思います。これです。力ボタンって表の大きいボタンの裏の位置につく補強用のボタンなんですけど、まあこのレザーを使うことによって素材感、そして色味がですね、差別化できてちょっとおしゃれな感じになるし、止水のテープもですね、同色で使うんじゃなくて、こういうストライプというかね、ラインが入っているものを使うことによって差別化になりますし、まあゴアテックスは使ってますけど、ゴアテックスの風合いとかね、質感とかそういうものをですね、ファッション性に振って、ファッション機能性よりもファッション性、機能素材を使ったことによってファッション性を演出するような、そんな作りになっているんじゃないかなというふうに思っているんですが、メンテナンスは厄介ですね。明らかに洗いにくい服です。まあそんな洗いにくい服だったらできるだけ洗浄力を制限したいところなんですが、依頼品のように長く洗わずに着続けますとですね、どんどん汚れも黒ずみもひどくなってしまいますので、洗うと、例えば洗えると、綺麗に洗う、綺麗に洗えるでは雲泥の差ですから、もう綺麗にするにはですね、洗浄力を重視した全体処理が何度も必要になってしまうわけですよ。でもね、もう傷は泣いちゃってるし、かなりの使用感がありますし、水洗いできないとなると、レザーから色が出るとなると、一旦力ボタン、裏地のレザーのボタンを全部取り外してですね、取り外して、そして洗濯表示的には×印がついている水洗いをしなければならない。しかも洗浄力を重視して温度、濃度、時間をぐんと上げてね、しなければならないと。そうすると今度はですね、ゴアテックス部分の接着樹脂が染み出してくるとか、テープが剥がれちゃうとか、部分的に剥離して空気が入ったようになってしまうとか、まあいろいろと心配なことがありますね。まあ綿ですから自然な感じの色褪せなんかもあるでしょうし、擦る、揉むといった作業もリスキーですね。だからその素材の特性、洗濯表示の内容、そしてお客様が望む仕上がりにするために必要な作業内容、その作業に伴うリスク、そしてお見積もりをさせていただいたのですが、ハイリスクとコスパの悪さから返品となってしまいました。でも同じものをね、持ってるよとか、これからこれを買おうと思ってるんだなんていうような人のね、参考にはなるんじゃないかなと思いますので、まあ本来であればボツネタなんですけども、公開させていただきました。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。